有馬山丸は、三井物産船舶,舶部が1937年に建造した、高性能貨物船。日本の外国航路商船の中で、第二次世界大戦を生き延びた数少ない船であり、戦前戦後を通じて、ニューヨーク航路で活躍した。1953年には、日本最初の実用的なターボチャージャー付き船舶用、ディーゼルエンジンを搭載した。本船は、 三井物産船舶,舶部がアズ山丸級貨物船、阿蘇山丸級貨物船に次ぐ高速貨物船として計画した。1936年末に三井物産造船部玉工場で寄港された。建造費用はスクラップビルド方式の造船新工策である第三次船舶改善助成施設の対象船として政府の補助を受けている。本船と引き換えに 解体見合い船として指定された、古船は以下の通りだが国際情勢悪化により潜伏不足が懸念されたため、解体期限延長の末いずれも潜没した。本船は1937年4月に浸水して、有馬山丸と命名、同年7月に竣工船名に山がつくのは三井物産船の命名関連に則っ,っており、頭文字が A である点は、 同社のニューヨークライナーに共通する。設計的には、パナマ運河経由のニューヨーク定期航路用の通称、ニューヨークライナーと呼ばれる高速大型貨物船群に属する。三井物産船舶部、三井船舶は4クラス K9 席のニューヨークライナーを建造したが、本船はそのうちの第3グループ3席の一番線にあたる。船体寸法は、第2グループである阿蘇山丸9貨物船と、 同規模だが、指揮官のディーゼルエンジンは、出力を強化されている。船首楼、船尾楼、船往路を備えた、三島型の船体デザインで寄港されたが、途中で、船首楼付き平ら板型に設計変更された。また、392立方メートルの大容量、冷蔵庫や豪華な旅客設備も、本船の特徴である。春高時には、最上部の乾板に、 甲板下の空間を総トン数から除外するための非水密ハッチを設けてあり、最上部の甲板が完全な水密構造ではない、車両甲板型だった。これはパナマ運河の通行量算定基礎である総トン数を抑えることにより通行量を節減する設計上の工夫で、竣工時の総トン数は本来より2000トン以上少ない6552トンと称していた。 あとに、車両甲板下の空間も通行量を算定基礎に、加える用基準が改定されたため、現ン開口部を閉鎖して、通常の平ら板型に変わっている。1937年7月30日に、有馬山丸は横浜港を出港、サンフランシスコ経由、ニューヨーク行きの所女航海に着いた。以後、ニューヨーク定期航路に就航する。本線び線の 先行三丸、厚田山丸の就航により、三井船舶のニューヨーク定期航路は、昭和13年上期から、月2便に増を発された。特殊な積み荷を運んだ経験として、1938年4から9月には、サンペドロからの輸入航空機輸送、1940年10月から1941年3月には、天城山丸と共に2600万ドルの成果輸送に、 従事したことがある。アリマヤママルは、運航中に、海難事故と遭遇することが多い船であった。1938年5月には、ロサンゼルスで、貨物船、ウォルター・エイ・リュッケンバッハと衝突して6番戦争に、浸水。1941年4月には、ニューヨークへ向かう途中で、ケープコットのケープコット運河南方で座礁して、入居修理を受けている。 これ以降にも、後日のように衝突や座礁を繰り返した。1941年末からの太平洋戦争、大東亜戦争では、他のニューヨークライナーと同様に軍用船として使用され、当初は海軍、後に陸軍の輸送任務に従事したようである。戦争中期まで、本船の戦時記録は乏しく、行動状況は不明点が多い。 1942年9月13から21日には6連島発、シンガポール行きの陸軍部隊、物資輸送、同年11月11から19日にも文字発、シンガポール行きの陸軍部隊輸送に従事したことが確認できる。1943年5月8日に、徴用を受けないでも船員が海軍軍属に準じた待遇となる海軍指定船へと指定された。 戦争後期の1944年には日本本土からシンガポールやフィリピン方面への陸軍部隊、軍需品輸送に従事した。2月16日に非戦団の一つである非45戦団へ加入して、文字発、同月27日にシンガポールへ到着。3月29日には人員、軍需品を積んで非54戦団へ加入して、シンガポール発、 サンジャックで後続の日56戦団と合流して4月24日に文字へ帰還。5月29日に部隊輸送任務で加入した日65戦団では文字を出てシンガポールへ南下中の6月2日にバシー海峡でアメリカ潜水艦ピクーダの襲撃を受け魚雷を避けようとした際に陸軍特殊船新州丸の船尾に衝突してしまった。衝突により 新州丸が自衛用に装備していた爆雷が起爆したため、新州丸は大破して約200人が死亡、本船も昇破して人員25人を失い、高尾港で船団から除外された。その後、マニラに進出して6月18日に、マニラ発同月25日にミリで未死霊産船団に加入して同月末にシンガポールへ到着し、同地で修理を受けている。 1944年8月4日、戦列復帰した元船は、日70戦団に加入して、シンガポールを立ち、同月15日に、文字へ帰還した。10月26日に、文字初の日79戦団に、加入、11月9日に、シンガポールへ到着。折り返し、同月17日に、シンガポール初の日80戦団へ加入して、 北上するが、途中同月27日に、戦団から分離されて、高尾へ開港。防気サイト5500トン、重油1600トン、生ゴム278トンなどの積み木を下ろして、代わりに、フィリピン行きの人員3942人、物資6652立方メートルなどを乗せた。当時、フィリピン方面では、レーテ島の戦いの最中で、日本軍にとって、 緊急の増援輸送が必要な情勢であった。12月5日に、高尾で、マニラ行きの玉35戦団に加わった、有馬山丸は、同月11日に、マニラへ到着。レーテ島北部への逆上陸を目指す、結合作戦の強行輸送である、第十字多合作戦への参加を命じられ、当時残り少ない優秀船の貨物船、和浦丸及び火逆船、西正丸と共に、 マニラに待機したが、出撃予定日当日の12月14日に、作戦中止となった。アリマヤママルは、高尾へ戻ることになり、12月18日に、B、B-24 爆撃機の空襲を受けて、損傷しつつも19日に、高尾へ着いた。高尾で、人員1549人、ブタノール原料等2208立方メートルなどを、収容し、 キールンコを経由して翌年に1月18日に、文字へ帰還している。末期の1945年に入ると、有馬山丸は、文字、富山感を一往復と大阪港への輸送任務の後、和浦丸と共に、陸軍病院船として徴用された。2月末から3月にかけて、三井造船玉の工場で、赤十字標識など、所要の改装工事を受け、連合国側に対しても、 正規病院船として通告されている。病院船として、日本と分断状態のシンガポールの間を維持、往復した後、日本海へ移動して、終戦の日を迎えた。8月24日に徴用解除となっている。戦時中の船員の戦死者は2人であった。開戦前に、各社合計で55隻が存在した、ニューヨークライナー系の優秀貨物船のうち、終戦時に稼働状態にあったのは、 本船のみである。日本商船全体で見ても、外国航路商船で健在だったのは、本船のほか氷川丸と日商丸程度しかなかった。三井船舶唯一の残存優秀船であった、有馬山丸は、戦後初期の遠洋航海の主力として活躍した。GHQ の日本商船管理局により、スケージャップ ALH6 の管理番号を与えられた、有馬山丸は、 福井運兵、引き上げ者輸送のため、港各地へ赴いた。例えば、1946年7月から10月の第6次航海では、シンガポール経由でラング海へ往復している。1948年8月には、防波堤として活用されることとなった、東条丸を八の港まで栄光している。船舶運営会による統制下で、 第三前の輸入にも従事したが、横浜帰工時の1949年4月25日に座礁事故を起こした。1950年10月には、朝鮮戦争の影響で、フィリピン産の砂糖輸送のためニューヨークへの不定期航路に配線され、戦後の日本船として初めてのニューヨーク入港を果たしている。その後、川崎汽船の 聖川丸による北米部定期航路再開の実績を踏まえ、ニューヨーク定期航路再開の申請がなされ、1951年6月に有馬山丸による月1便の待望のニューヨーク定期航路再開が実現した。1953年7月には、主機関をターボチャージャー付きのディーゼルエンジンに換装する、改装工事を受けた。 新造時と同じバーマイスターウェインが開発したエンジンで実用的なターボチャージャー付き船舶用ディーゼルエンジンとしては日本で初めての搭載例であった。1959年に元船は三井船舶から東海海運にへ売却。1966年1月20日には新査船舶の設立に伴い同社に売却。同年8月には 桂川丸と解明した。1968年には、旭海運へ譲渡され、友久丸と解明されている。1970年2月に、解体のため深田サルベージに売却され、同社により解体が開始。同年5月15日に解体完了となった。1943年10月1日、米船、ピートの雷撃により沈没。 1943年3月24日、米戦、和風の雷撃により沈没。日65戦団加入時の乗船部隊は、以下の4684人。独立不評、第261大隊930人。この F 評第5連隊の迫撃砲、第1中隊154人及び、戦車中隊30人。独立船舶公兵。 第2中隊333人及び同第3、中隊332人、鉄道第7連隊80人及び同第8、連隊122人、第18師団補充要員461人、第7方面軍補充要員1038人、第7航空情報連隊561人、第9飛行師団110人、第3航空軍要員、日本軍憲兵教習隊17人、 移動制裁班220人、便乗者155人。ただし、魚雷が命中したとする資料もある。マニラミリカンの工程に関し、未船団の一つのミリ後、ゴ船団が同じく6月18日にマニラを出てミリへ向かっているが、コマグーでは同船団加入船に元船を上げていない。ノマでは6月12日からシンガポールで応急修理を受けたとしているが、6月12日は、 本船が覗かれた後の日65船団本体のシンガポール到着日時である。野間ではこの時の加入船団を非80船団としているが、非80船団は本文で口述のように同年11月に運航された別の船団である。文字から富山へ、人員5538人、大発動艇16隻、軍事武士等を輸送。富山から文字へ、 人員1,198人、軍事武士等を輸送。文字から大阪へ、生ゴム、雑貨、防気サイトを輸送。北海行動不能状態の聖川丸と北海丸があった。聖川丸は一度沈没した後に復旧されたが、北海丸はインドネシア独立戦争に巻き込まれて完全喪失となった。 三井船舶の終戦時の保有船は17隻で、うち2隻は大破状態。本船の他は、中型の空地丸と大鉱山丸、その余りは小型船。なお、海運総局の資料で残存船19隻となっているのは、戦没後の記録抹消未料だった2隻が誤認されている。ただし、野間によると本船による戦後日本初の、 ニューヨーク入港は1951年2月7日である。ありがとうございます。